目黒蓮、スノーマン、主演映画、私の幸せな結婚、が、タイにて劇場公開決定。現地メディアにインタビュー記事が掲載。高身長の目黒ならではの撮影裏話が、タイの読者に大受け。目黒蓮、スノーマン、主演映画、私の幸せな結婚、が、6月22日からタイで上映されることが決定。これに合わせて、タイの映画メディアが目黒蓮が質問文を送り、目黒がそれに答えるという形でインタビューが実現した。ジャニーズ公式ツイッターでは、その一部が掲載。長身185センチの目黒が、あまり高さのない昔の日本家屋のセットでよく頭をぶつけて苦労した、わら、というくだりが紹介されている。インタビューの全文は、Facebook ページにて掲載中。Facebook には、翻訳機能がついているので、ぜひ全文を確認してみよう。先日のトロント日本映画祭カナダでの上映に続き、タイでの公開が実現。世界に羽ばたくワタコンの今後に注目だ。